愛天、愛人、愛国とは統一教会の創始者ムン・ソンミョン氏が残した有名な言葉の一つです。ムン氏は自叙伝の中で次のように述べています。私はソンファ芸術学校を作り、愛天、愛人、愛国というとても大きな記号を残しました。私の教育理念は天を愛し、人を愛し、国のために働く人材を育てることです。人生に大きな影響を与えるものは理念や志です。ムン・ソンミョン氏は愛天、愛人、愛国という理念を掲げ、いくつもの教育機関を創設し、未来を担う若者たちに高い志を抱かせてきたのです。日本では敬天愛人という理念を持った西郷隆盛が明治維新を成功させました。その生き方は今も多くの日本人が手本とし、それぞれの分野で成功を収めています。このように本質的な理念、高い志を抱く人には才能が開花し、道が開けるのです。愛天、愛人、愛国というムン氏の理念も若者の教育に限ったものではなく、大人も規範とするべきものです。つまり統一教会の信仰生活とは愛天、愛人、愛国の生活であると言えるのです。愛天、すなわち天を愛する生活とは、常に神様を意識し神様に感謝する生活と言えるでしょう。ムン・ソンミョン氏が朝起きれば最初に神様に善なる挨拶をして出発しますと語っているように、何よりも神様を先立てて生活することが大切です。朝起きた時、仕事や学校や買い物に出かけるとき、家に帰ってきたとき、ご飯を食べるとき、就寝するとき、これからしようとしていることを神様に報告します。このようなことを通して自分は神様に守られていることを感じるようになり、神様を愛するようになるのです。このような生活が祈りへとつながります。一般的には神様に何かをお願いする祈りが多いものです。しかし愛天生活の祈りは神様を喜ばせたいという祈り、つまり神様を愛する祈りなのです。礼拝も同様です。週1回教会に集まり、多くの教会員が共に神様へ感謝を捧げ、神様に喜んでいただくために行われます。2番目の人を愛する生活とは、統一教会ではために生きるとも表現されます。基本となる姿勢はいつも笑顔で人々と接し、良い言葉を使ってコミュニケーションをすることです。神様へ挨拶をするように、日常生活で出会う人々と笑顔で挨拶を交わしましょう。おはようなどの基本的な挨拶から、ありがとうなどの感謝の言葉、お疲れ様、頑張ってくださいといった慰労や励ましの言葉など、心を込めて積極的に語りかけましょう。会話の中でも要求や不満や裁きの言葉を使うのではなく、愛や感謝や思いやりの言葉を心がけます。また相手が話しているときは真摯に聞いてあげることも大切です。このようにして人々との愛の絆が深まっていくのです。最後の国を愛する生活とは、愛国心を持つことはもちろんですが、身近なところでは家の掃除や整理整頓が挙げられます。
自分が毎日お風呂に入ってきれいになるように、自分を保護してくれる家も毎日きれいにするのです。さらに、自分の家を保護してくれる地域社会も同様に愛するのです。このような生活が、ために生き合う平和な国、平和な世界へと拡大します。また、食べ物を大切にして、感謝していただくことも愛国生活です。食べ物を育ててくれた国土を愛することになるからです。さらには、そのような地球を作ってくださった神様を愛することにもつながるのです。愛天、愛人、愛国の生活とは、すべてのものに感謝して、ために生きる生活であると言えるでしょう。常に私たちを見守ってくださる神様に感謝し、すべての人々に感謝し、私たちを生かしてくれる環境や食物に感謝し、ために生きる生活を通してそれらの感謝に報いていくことです。したがって統一教会の信仰生活とは日常生活そのものであると言ってもよいでしょう。ただ一つ、一般的な日常生活と異なる点は、神様、感謝、ために生きるというキーワードを忘れずにいることです。たったそれだけのことが皆さんの人生を豊かにし、世界の人々に幸せをもたらすことにつながるのです。